ダークネスゲーム、シュラです。今回なんですけども、無課金とか美課金の人に向けた動画ですね。まずこんな感じで僕、クラロワ1年半ぐらい無課金でプレイしてるんですけど、まあまあカンストしてるんですよね。このスケダとかエリババとかもね、カード枚数だけで見たらカンストしてるんで。で、どうしたらこういうことができるのかっつうと、まあ意外とね、ここまでやり込めてないっていう人もいるので、簡単にまとめてきました。ということで結論言っちゃうとこちらなんですね。1毎日ログイン、2バトルをして、はい、っていう感じです。で、まず1つ目、毎日ログインするっつうのは、これ、別にログインしなくてもいいんですけど、リクエストっていう機能があるんですよね、クラロワには。今ここにあなたっていう、まあ僕のことなんですけど、こういう感じにカードをリクエストしたりすれば、カードをね、他のクラメンからもらうことができるっつうのも当たり前なんですけど、意外とシャレにならない枚数もらえるんですよ。リクエストって1日3回ぐらい、まあ3回できるんですけど、ノーマルだったら1日120枚もらえるっていうことですからね。結構もらえますよ。これ50日続けるだけでカンストさせられるんで。で、2番目大事なのがバトルをして宝箱を集めるっていうことですね。今僕ね、宝箱スロットもうカラッカラで、もうこれ良くない状態なんですけど、このパーティーをしてね、協力バトルだとか、まあたまに来るこういう鏡バトルだとか、協力タルボムだとか、そういう感じのをクリアしてって、宝箱をね、常に開けておくっていう状況ができるといいです。で、宝箱なんですけど、こうやってゴールドもカードもどっちももらえるっていうのが常にできると、カンストまでのね、道のりが一瞬で狭まるっていうか、短くなるので、まあできるといいですね。はい。宝箱は常に開けといてあるっていう状況にしましょう。で、3つ目、サクサクいきます。チャレンジに挑戦する。これね、まあ一番大事かもしれないんですけど、こういうチャレンジありますよね。この CRL 世界一決定戦マラソンみたいな。時たま来る、こういうチャレンジ系。こういうチャレンジ系って、初め無料で参加できるのに、こういう初回限定報酬、普通に豪華なんですよね。でもって、この5000ゴールドとかバトルしてゲットって、なかなかないので、スーパーレア宝箱とかも全然もらえますしね。あとは手に入りにくいウルトラレアカードとかも、ここの報酬で出ることがあるので、真っ先にね、こういう感じに報酬やばいので、真っ先にチャレンジは、無課金とか美課金の人は絶対にやっていくべきです。で、5つ目、使わないカードは寄付する。これも結構重要なんですけど、カードってこのように、はい、寄付。はい、ってすると、こういう感じにゴールドと経験値がもらえるんですね。で、キングタワーがカンストしてからスターポイントになるんですけど、ゴールドはちゃんともらえるので、こうやって寄付していくことによって、コツコツとお金を貯めることができます。あとは、クラメンからも好感度良くなりますよ。こういう感じにね、自分の寄付数表示されるので、シュララウシュ776枚って出てますね。まあ、こんな感じで寄付をしていくと、どんどんこういう感じで表示もされて、あ、この人寄付してくれてるんだなっていう、好感度の上昇にも必要なので、皆さん寄付はね、積極的にしていきましょう。こういう自分の使ってないカードとかはね、真っ先に寄付していきましょう。で、6つ目、エメラルドはチャレンジ用に貯める。まあ、これも必要っちゃ必要なんですけど、よくね、エメラルド、今僕241個とか持ってますけど、こういうのはできるだけスタンプに向けるのではなく、チャレンジが失敗した時、復活用にね、復活できるようにエメラルドを貯めとくっていう方がいいです。復活っつっても、大抵のチャレンジはエメラルドを100個以内で復活できるので、まあ200個もあれば全然十分かなってぐらいです。あとは YouTube に、上手い人とかプロとかの方がチャレンジ攻略用のデッキとか載せてるんで、まあ僕もそういう系の動画出していければなと思うんですけど、そういうのを参考にすれば比較的試行回数も少なくチャレンジクリアできるはずなので、そういうのも重要です。で、最後なんですけど、7つ目、はい。一つのデッキに絞る。これが超大事ですね。なぜかっていうと、たくさんデッキを使おうとすると、どうしてもレベルが偏っちゃうんですね。僕は始めてから今までずっとペッカ工場を使おうと思ってたんですけど、で、この結果的にペッカ工場がカンストして、ゴーストもあと2枚でカード全カンストするので、やっぱり使いたいカードっていうのは定めて、そのデッキだけに絞るっていうのがいいですね。僕の場合は他にもこういう、三重詞みたいなデッキとかも使いたいなと思ってるんですけど、やっぱよく見てもそんなカード高くないですよね。このロリババとかレベル9ですしね。まあ、カードはあるけど、レベルは上げてない。そんな感じです。で、キングタワー13になってからは、カードレベルは基本上げない方がいいです。なぜならゴールドを使ってしまうからですね。こういう僕のペッカ工場の場合、ゴーストを真っ先に強くしたいと思うんですけど、
ゴースト今からカンストまでするっていうなると5万円と10万円でまあ15万必要なわけですよ。そうなったら所持金で足りるには足りるんですけど、まあこういうところでね、まあいろんなものにお金を使っちゃうと後々足りなくなるので、キングタワーカンストまでは経験値のために使ってもいいと思うんですけど、カンストしてからは特にレベルは上げない方がいいです。で、さっき最後にって言っちゃったんですけど気づきました。はい、クラン対戦2に参加するを僕ぶっ飛ばしてますね。ということでこれから言うんですけど、クラン対戦2に参加する、これは本当に大事なことです。まあ最上級に大事ってわけでもないんですけど、まず何ができるかっていうと、こういう感じで下の感じですね、4つデッキを作ります。まあ適当でもいいんですけど、なるべくレベル高い方がいいですね。で、こういう感じにバトルだとかデュエルだとかやるとですね、まあそのカードを消費してこのクラン対戦の名声とゴールドをどちらも獲得できるんですけど、1回でも名声を獲得するとクラン対戦のゴールボーナスっていうものが与えられてですね、まあ宝箱が引けるわけですよ。いろいろあるし、やっぱそういうのを集めていくとゴールドもカードもどっちも集まるので、まあ必須って感じですね。そしてバカにならないのがこのバトル1回の勝ちのゴールドの量なんですけど、今僕クランゴールド帯で800ゴールドもらえるんですよ、1回数だけで。で、これクランのリーグにも変わるんですけど、例えばレジェンドリーグとかだとこういう感じで1試合するだけで1000円もらえますね。バトルレジェンドリーグ1の場合1000円もらえる。そんな感じで、まあリーグがクランのリーグが上がっていくほどバトル報酬も増えると。で、報酬が増えたらどうなるかっつうと、やっぱゴールドとかその他カードのレベル上げやすさも変わってくるので、クラン対戦は本当に必須です。あとクランによってはクラン対戦しないと追放とかされるので、やっぱやっといた方がいいですね。自分のためにもクランのためにもなるので真っ先にやっとくべきです。まあこんな感じでサクッと解説したんですけど、まあどうでしょう、聞きやすかったですか？途中どもってたところもありますので、そこら辺はカットしておきます。まあ最後の最後、こんな感じな終わり方になっちゃうんですけど、とりあえずね、これですね、これ、はい、これさえ守っとけば1年後にはだいたい8枚ぐらいをカンストしてるはずですので、まあカンストしたいカードがあるだとかやりたいデッキがあるという人はぜひこれを守ってみてください。ではまあそれだけです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、いろいろお願いします。